長崎の今をしかとご覧あれ。身近な長崎。この春、長崎県民の森がリニューアルしましたね。新たな設備や遊具が増えて、これまで以上に親子で楽しめる場所になっています。早速紹介しよう、桃子さん。はい、桃子です。長崎県民の森は長崎市と西海市にまたがる森林公園です。その広さは長崎市にあるビッグ N スタジアムおよそ152個分の382ヘクタールで、西日本でも有数の規模を誇ります。長崎市中心部からは車でおよそ1時間で到着しますよ。リニューアルセレモニーでは、施設の完成を祝うテープカットの後、長崎県産ヒノキを使ったカスタネット作り体験や、サックスとクラリネットの演奏会などが行われて、とっても賑やかでした。注目は森林館に設置された木製遊具。みんな楽しそう。六角タワーや丸太の遊具で雨の日でも思いっきり遊べるわね。乳幼児用コーナーもあるので、小さなお子さんも安心して遊べます。箱型の授乳室も新しく設置されましたよ。井上さん、リニューアルした森林館には親子で楽しめる工夫が詰まっていますね。ありがとうございます。森林館の外にも新しい遊具を設置しておりますので、見に行きましょう。まあ、大きなカブトムシ。こっちにはクワガタもいるわ。背中に座ったり寝転んだり自由に遊べます。写真撮影スポットとしてもおすすめです。木製のブランコもあって、外の遊具も充実しているわね。他にも公園内のさまざまなエリアでリニューアルを行いました。冒険の森にはゆっくり休憩できる東屋を設置しました。冒険広場にはロープで吊るした流木を渡るアスレチックなどが登場し、自然の中で思い切り体を動かして遊べます。人気の森の吊り橋は床板の張り替えを行いました。そして県民の森といえば森の散策。森林を整備し、明るくて歩きやすい森になりましたよ。気になる屋外のトイレはバイオマストイレの設置や和式トイレの洋式化によってぐっと快適になりました。今日初めて来たんですけど、楽しいです。この遊具が楽しかったです。まあ、こういう施設があるっていうのはすごく子育て世代としては助かるかなと思います。で、こういうのがどんどんですね、こう広まっていってくれたらですね、非常に助かります。そうです、一回アスレチックには来たことがあったので、遊ばせには来たんですけど、まあ、また遊べるとこが増えるのはいいことだなと思います。のびのびこう体を思う存分動かしてもらえるのはすごいありがたいですし、屋内があれば雨の日も遊べる機会が増えるので、またぜひ来たいなと思います。県民の森では年間を通してイベントを開催しています。夏には木を使った水鉄砲作りや沢遊び、秋にはもみじ狩りウォーキングなどを予定していますよ。リニューアルした長崎県民の森にぜひ遊びに来てください。長崎県民の森で思いっきり自然を満喫してほしか。しかの国に。